2018年7月8日、日曜日。僕は、真城ガーデンタワーの屋上にいた。少々を迎えたこの街の夜は蒸し暑く、おぼろな月の下、湿った風が吹いていた。世界なんて終わってしまえばいいと。イグラシハルト君、25歳男性、不妊のことである。慶応大学を出て出版社に就職。エリートといえば、あまり時間はないんだった。人類の明るい未来よ。全然。あ、動いた。もしもし、もしもし、亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほどに、あ、弓の呪いものはないと、うしてそんなに呪いのかも。やっぱり眩しいじゃないか。な、あっつ。日暮らし。や
やっと会えたね、ハルト。ここは…それで…そうだよ。え？どうだろう？ん？ごめん。ありがとう。青い空、青い海、海に沈んだビル、光の消えた信号機、この透明で澄み渡る世界の終末のような場所で、僕の終末は終わりを迎えた。見て見て。
ここは。サチコ。やあ。大丈夫か？いや。ほら。みんな、新入り様、1名ご案内だぜ。いらっしゃいませ。あら、どんな人か思たら真面目そうな人やん。ほな、まず氏名と年齢、それと職業を言うてもらおうか。やれやれ、それじゃ職質だよ。もう少し。メガネっ子か。もやしっ子なら食べられたのに。あの、もやしっ子も人ですよ。日暮春雄くんだっけ。瓦礫島にようこそ。そしてご愁傷様。ああ、パイセンだぞ。それとな、やれやれ。すみません。あのな。そうですよね。待ってくれ。答えてください。まあまあ。まあ。は？うん。ちょっと。ほら。なんだこれは。よい子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。みんな、ミッションクリアおめでとう。ご褒美に食べ物用意したから仲良く食べてね。ほらほら翔くん、ついに仲間が揃ったんだよ。わあ、やったね。ニライ、僕たちの戦いはこれからだ。確かにそうなんだけど、言い方が打ち切りっぽいかな。ああ、なんだか緊張するな。僕、うまくアシスタントで自分の部屋かってぐらい鼻ほじってる。それじゃ、次のミッション出すよ。トイレを作ろう。はい、待って。出すの超早い。トイレ。違う。声じゃなくて、はじめは未来たちの自己紹介からだよ。またかい？ハルト君にはまだご挨拶してないでしょ？ちゃんとやらなくちゃ。他のみんなはもう覚えてくれたよね。エクステンドテレビの MC を務める装飾系マスコットの未来です。僕はアシスタントの寺島翔。
なんで今このタイミングで緊張感持つかな。まずいよ未来、漏れちゃいそう。僕出すの超早いから。安心して、履いても。履いてる方が問題だけど。気を取り直して説明するね。人類最後の生き残りであるみんなを、この廃墟だらけになっちゃった地球でちゃんとサバイバルできるようにね。人類最後の生き残り？あのね、人類はほぼ滅亡しちゃったんだ。ええー、嘘だ。そんなの冗談でしょ。うん。あれ？でもどうやって僕たち、僕たちって所詮テレビの住人じゃない？あ、その辺は理解して。ね、未来たちが出す、いくら僕たちのガイドがあったって普通の人にサバイバルなんて無理に決まってら。何を悔しがってんの？みんなには特別の力、それが神様からの贈り物、みんなのおへそにあるペケジキーなのです。ペケジキー？ペケジキーについてはまた後で説明するね。まずでは翔くん、改めてミッション。アシスタントの僕に賄賂を渡そう。誰に？さっきは普通に言ってたでしょ。みんなにはこれから簡単なトイレを作ってもらいます。トイレがないと大変なことになるんだよ。えへへ、褒めたってもう一滴も出ないや。ごめん、悪い。未来にトイレのこと言われたくないね。だっていつも外でうんこしてるだろ。未来だってトイレでするよ。道理で綺麗なケツしてら。キャー、見ちゃダメ。もういい、終わり。締めの挨拶。人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。どうだろうか。いや、あの、わかった。そうだよ。あんな、え？そうね。ダメですよ。ちょっと。ほら。なんだこれ。一体いつから。ダメだよ。はあ？苦渋のポーズじゃないよ。無駄。まあ、俺らも見せら。なんか。ついでに僕の腹直筋をご覧。少し痩せたかしら。ご覧の通りや。ん？え？
それとな。おそらく。あかん。それなら。それがな。そんな。さあ。糖質が足らない。そうですよね。そういや、そうや、いや、あれ、そうだ、それは…あ、私、鈴木の凛子です。ここで休憩しよう。